ジミー・ホッファ、ジミー・ジェームズ・リドル・ホッファは、アメリカ合衆国の労働組合指導者。1957年から1971年まで、全米トラック運転手組合、チームスターズ、インターナショナルブラザー・フット・オブ・ティームスターズの委員長を務めた。1975年に失踪し、1982年に死亡宣告、マフィアと手を結び、長年にわたり、 不正行為を働いたとされるチームスターズ労組の現会長、ジェームズ・フィリップ・ホッファーは息子。チームスターズは1903年に発足した全米最大手労組の一つで、トラックやタクシーの運転手を中心に、運輸、商業部門その他、関連分野の労働者を組織している、ティムスターは、家畜に引かせた荷車の魚車やトラック運転手を意味する。5、インディアナ州ブラジルで、 鉱山技師の息子として生まれる。父方の祖先は、ペンシルベニアダッチの血筋を引くという。7歳で父を失い、母は洗濯屋を開いたが、1924年、良い就職先を求めて、一家でデトロイトに移り、ホファは雑用のバイトをしながら、家計を助けた。14歳で学校を中退して働いた。15歳の時年齢を偽って、倉庫会社の積み荷作業員となる。 1930年、食品チェーンの配送の職を得たが、大恐慌で失業者が街に溢れる中、労働条件は過酷で、倉庫で1日12時間シフトで働いた。時給32セントだった。次の貨物が来るまでの待機時間は支払われず、作業監督は、些細な理由で人を解雇するなど横暴だった。百三十一年春、仲間と貨物の積み下ろしをボイコットする。 実力行使に出た。配送遅延を恐れた経営者を交渉テーブルにつかせ、労働契約を結んだ。ホッファのミニ組合は AFL に労働組合と認定された。1932年に会社から解雇される。経営者に屈しないタフさで、名がとどき、1932年、トラック運転手の組合チームスターズに、障害係として招き入れられた。 デトロイト第299支部に属し、運送会社のストライキやボイコットを指揮した。経営陣はギャングを雇って、ストを封じ込もうとしたため、巣で、メリケンサック、警防等で応戦し、乱闘が日常化した。警防やクラブで殴られ、何度も病院の世話になったが、その回数があまりに多いので、病院から緊急治療室の予約前払いを求められた。 非組合員の勧誘は、時に、暴力や脅しを伴った。チームスターツ・ローソへの加盟資格は、トラックドライバー以外にも拡大され、組合に参加しない商店に爆弾を投下したりした。ライバル組合と労働者争奪戦を繰り広げ、事務所を荒らされたり車を遺棄されたり、告げ口されて警察に何度も捕まった。裁判でも、ストリートと同様、逃走本路を剥き出しに戦った。 1937年までに第299支部長になった。1942年、ミシガン会議を主催し、組合指導者の地位を固めた。1940年代、運送会社の配送ネットワーク図体に、ミッドウエスト北部、さらに半組合の画像だった、ミッドウエスト南部へ進出を始めた。カリスマ性や推しの強さで、 労働条件の改善などの実績を積み上げ、組合内の地位は上がっていった。1936年に結婚し、子供が二人いた。1952年、チームスターズ委員長のデイブ・ベックにより、副委員長に抜擢され、同時に組合トップ機関の理事になった。1957年、汚職発覚で逮捕されたベックに代わり、三代目、チームスターズ委員長に就任した。 前回一致の指示ではなかったが、ライバルは支部ごとに分散し、比較的マイナーな存在だった。アメリカ北部のトラック運転手をほぼ支中にし、航空業界の組合も参加に入れた。1964年、北米のトラック運転手をたった一つの契約下に置く、同一賃金協定を実現させた。1960年代、組合員は150万人を超え、チームスターズを、 アメリカ最大の労働組合に押し上げ、共和党や民主党に対抗する第三の政治勢力を形成した。福井委員長時代の1955年に分散していた支部レベルの小口年金を統合して新たな年金制度を始めた。年金保険料の徴収額は1955年時点で月80万ドルだったが、1960年代半ばに、 月600万ドルまで膨張した。年金資産は銀行に運用委託するのが恒例だが、ホッフ,ファは自前で投資先を決め運用した。マフィア参加のラスベガスのホテル、ゴルフリゾートなどに定理で融資し、見返りに莫大な手数料、ディベートを受け取った。年金運用団体の理事たちは、お飾りで実質権限はなく、ホッフ,ファの補佐役は連動不満が、年金コンサルタントの肩書きで、 年金資産をコントロールした。裏社会との付き合いは1930年代に、遡り、組合ストや、性的排除で、マフィアの協力を得る見返りに、各支部へのマフィアの強制を容認する関係だった。1937年、ストヤブリ要員を経営陣に派遣していた地元デトロイトのマフィア幹部、アンジェロ・メッディアさんとペローネにワイロを渡して、 ストヤブリを凍結する密約を結んだ。出世して、デトロイト以外に活動領域が広がると、裏社会の人脈も広がった。元シカゴ清掃組合委員長、ポールドーフマンなど組合関係者を通じて、未開拓な地域のギャングと知り合い、デトロイトマフィアを通じて、ニューヨークマフィアとも繋がった。1957年の委員長選挙では、デトロイト、シカゴ、ニューヨークなど、 北米マフィアの強力なバックアップがあった。支持基盤が弱いニューヨークの組合数のかさ上げを、ルッケーゼ一家の組合エキスパート、ジョニー・ディオに依頼した。1960年代初めの FBI の登場によれば、ホファは、ほぼ毎日デトロイトマフィアの通称トニー・ジャックこと、アンソニー・ジアカローネと連絡を取り合っていた。他付き合いのあったマフィアには、ホフ派の委員長就任を後押しする代わりに、 自身の支部長昇格を助けてもらった通称、トニープロコとアンソニープロベンザの組合関連でタッグを組んでいたラッセル・ブファリーのサント・トラフィカンテ、カルロス・マルセロなどがいた。巨額の年金資産をラスベガスに注ぎ込んだが、有志の仲介に、マフィアと関係が深いモーダ・リッツや、ビル・プレッサーが関わった。ダ・リッツとの交友は1949年の、 洗濯業組合の労使紛争が発端とされるが、もっと古く1940年頃という説もある。国衆時代には、同じ刑務所にいたカーマイン・ギャランテと信仰を結んだと言われる、長男のジェームズ・フィリップと、1965年、ホッファ副役中に委員長代理を務めた部下のフランクフィッツ・シモンズと、ニクソン大統領。 1973年委員長に就任した1957年、デイブ・ベックと共に、ロバート・ケネディ議員らのマクレラン委員会の場で、組合犯罪で告発されたが、裁判で巻き返し有罪を回避した。1960年代初め、アメリカ政府は、運送業界に影響の大きいチームスターズのストライキが、アメリカ経済に打撃を与えかねないとして、ホッファを再びターゲットに据えた。 1961年、ジョン・カイ・ケネディの大統領就任に伴い、司法長官となったロバート・ケネディに、組合の巨額年金の行方や、裏社会とのつながりで、再び告発され、厳しく追及されると対決姿勢をあらわにした。1964年7月、チームスターズ年金の不正運用を、売信員買収、賄賂などで有罪となったが、控訴して時間稼ぎした。 最終的に、懲役13年刑が確定し、1967年3月7日に、ルイスバーグの連邦刑務所に収監された。収監前に、子外のフランクフィッツ・シモンズを、組合の新設ポストに据え、委員長の代役をさせた。1971年半ば、ニクソン大統領に近い政府関係者と、委員長職を辞任する代わりに特者とする、司法取引に応じ、 週刊中に委員長職を辞任した。同年12月、大統領特赦で10年間の組合活動禁止を条件に出所した。古巣に戻ると、大役のはずのフィッツ・シモンズが心変わりして委員長ポストを死守しホッファの追放を格索したため、復帰工作に奔走した。また組合活動の禁止を憲法違反として法廷闘争も始めた。 ホッファ失踪直前に待ち合わせしていたとされるアンソニー、ジアカローネ行方不明。編集1975年7月30日昼の2時頃、デトロイト近郊、ブルームフィールドのハイウェイ沿いの山小屋風レストラン、マシューズレッドフォックスに出かけ、店の駐車場に愛車ポンティアックを残したまま行方不明になった。そこは、ホッファの行きつけの店だったが、 当日は店に入らず駐車場の北端に車を止めて、誰かを待っていた。妻の証言から、デトロイトマフィア幹部のアンソニー・ジアカローネに会う約束をしていたとされた。待っている間、裏手のモールの店から二度自宅に電話をかけ、また駐車場にいる姿が目撃された。家族はすぐ捜索願いを出したが、その後二度と戻らず、1982年に死亡宣告された。捜査。 編集知人の車に乗って別の場所に連れて行かれて殺害されたとみられ、ジアカローネとプロベンザノが首謀者と疑われたが、二人とも関与を否定した。FBI はホッファーが乗り込んだ車が目撃証言からジアカローネの息子ー所有のマーキュリーと見てジョーを聴取したところ、当日車をチャールズ・チャッキーをオブライエンに貸したと供述した。FBI はオブライエンがから車を借りて、 オファーを拾い、別の場所に連れて行った後の線で捜査を進めた。オブライエンは当日その車を使ったことは認めたが、レストランには行っていないと関与を否認した。1976年の FBI レポートでは、組合年金のコントロールを邪魔されるのを恐れた、組織犯罪が殺害に及んだとし、容疑者リストにチャッキー・オブライエン、プロベンザのジアカローネ、ラッセル・ブファリーノなどの名を連ね、 これとは別に殺害実行犯として、プロベンザの配下のブリグリオ兄弟を挙げた。定説では、大役フランク・フィッツ・シモンズの方が、金の流れがいいと見たマフィア連合に見切りをつけられ、引退を勧告されたが従わなかったため、殺害されたとされる。1976年のチームスターズの委員長選挙に立候補することを表明したことが、死の引き金になったとも言われた。フィッツ・シモンズは、 組合マネーを地方支部から中央へ吸い上げるホフファの中央集権方式を止め、中央事務局の権限を地方支部に分散した。支部ごとにマフィアが直接裏金を融通できる地方分権方式は北米各都市のマフィアに歓迎された。ホフファはマフィアと付き合い始めた頃、組合は自分が仕切っておりマフィアのことをコントロールできるものだと思っていたが、いつの間にか操り、 人形にされ、最後には必要とされなくなっていた。2001年 DNA 検証を行った結果、失踪当日オブライエンが運転したマーキュリーで発見された髪の毛がヘアブラシに付着したホッファの髪と DNA で一致したと報じられた。オブライエンは再び尋問されたが、一貫して無関係を主張。警察やホッファ家族はオブライエンが連れて行ったと信じているが、 告発に至っていないミステリー編集組合のドンの突然の失踪は全米中の好奇心を呼び起こし失踪に関して数冊の本になるほどの大量のゴシップを生んだホッファの失踪ミステリーは1970年代を通じてポップカルチャーのアイテムの一つになった失踪から数年間は目撃情報が続き生存説もあった 生きていれば2019年時点で100歳を超える老人である。当局に尋問されたチームスター関係者の中には、トニープロが首謀者とする証言のほか、黒人のゴー,ゴーダンサーとブラジルに逃げたという証言もあった。クラーレを飲まされて殺害され、車ごと圧縮機械に放り込まれて、誰かの車のボディの一部になったという説、55ガロンのドラム缶に押し込まれ、 ニュージャージーの産業廃棄施設に埋められた説、ニック加工工場で、ミンチにされ、フロリダの沼に捨てられた説もある。政府密告者に転じた元マフィアのジミー・フラチアーノは、プロベンザヌやブファリーノの名が挙がっているが、全くナンセンスで、デトロイトは、よそ者の力を借りるような組織ではない。トニー・ゼリリとマイク・ポリッチが殺害を命じ、ジアカローネがアレンジしたと主張した。ビルボナンノは、 銃殺され車ごと潰されたと主張した。原型目当てに当局に情報提供するマフィアも相次いだ。1989年、ジョン・ゴッティの刑事裁判で政府証言者になったドーナルド・フランコスという男がアイルランド系ギャングのジミー・クーナンと共にデトロイト郊外の家でホッファを殺し遺体をバラバラにしてニュージャージーのジャイアンツ・スタジアムのコンクリートに埋めたと FBI に供述したことが伝えられた。2004年、ホッファのチームスターズ仲間フランク・シーランがラッセル・ブファリーノの命令でホッファの後頭部を撃って殺害したと告白したことがシーランの弁護士の手による電気本で伝えられた。シーランはブファリーノの部下で殺害後の遺体処理は別人が行ったとした。このフランク・シーラン犯人説は2019年に アイリッシュマンとして映画化された。2013年、元マフィアのアンソニー・ゼリリが、ホッファーは会食後、シャベルで殴打され、レストランの近くにあるぜ、リリのいとこが所有する土地に生き埋めにされ、その上をセメントなどの瓦礫で塞がれたと告白し、FBI により発掘調査が行われたが遺体は、発見されなかった。FBI は捜査で得た情報や証言をもとに、デトロイトを中心に、 いろいろな場所を掘り返したが、ホフファの痕跡を確認できなかった。FBI はガセ情報に何度も振り回されながら今も遺体のありかを追っている。同年にアメリカ労働総同盟産業別組合会議を除名された。これはチームスターズが前任のデーブベックの時から基金汚量や援交人事などの腐敗体質が指摘されていたためである。組合員数150万人。 170万人、200万人、1958年リューンズに400万ドル、1960年スターダストに600万ドル、1961年フリーモントに400万ドル、ダ・シーザーズ・パレス、サーカス・サーカスなど多くのカジのホテルがチームスターズの有志で建てられた。シカゴ清掃組合委員長、ポール・レッド・ドーフマンの息子、ポールはシカゴアウトフィットと強力なコネクションがあった。 ジョゼフ・ゼリリラとヨンパ合同のマフィア組織、デトロイト・パートナーシップを結成し、副ボスを務めた、ピエトロ・リカボリイ下のナンバー・アーズ・賭博や、リカボリは、デトロイト・マフィアのドン、ジョゼフ・ゼリリの幹部、ジアカローネの愛人シルビア・パリスの連れ子で、シルビアと一時ホッファタクに居候していた。シルビアと共に、ジアカローネとホッファ間の連絡役を務めた。 午前中冷凍サーモンを知人宅に運んで回答を手伝い午後になってアスレティッククラブでジアカローネと過ごしその後サーモンの血がついた車を洗車しに行ったとアリバイ供述したがクラブ滞在や洗車場の主張は裏付けが取れなかった地元警察が捜索権を使ってその車の後部座席とトランクにホッファの痕跡を確認したが証拠が弱く告発に至らなかった ホフェックスメモ、1985年に公表。通称トニーゼット。父は、デトロイトマフィアのボスのジョゼフ・ゼリリ。父の後を継ぎ副ボスになったが、2000年代、習慣に伴う、内輪もみで組織を追われた。2010年代に、FBI と取引し、政府証言協力者に転じた、ニューヨーク五大ファミリーのボス、ジョゼフ・プロファチの娘婿。ありがとうございます。